それでは本日のセミナー、本気でやるの EPUB3 セミナー実践から考えるを始めるにあたりまして、 AMT の理事で出版委員会委員長代行のボイジャーの萩野正明より一言ご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。萩野です。ようこそいらっしゃいました。皆さん、デジタルメディア協会が主催いたします本気でやるの EMAP3 セミナー実践から考えるというわけでですね、当協会の出版委員会が中心になって、EMAP3 に関するいくつか重要なお話を仕上げたいと思っております。まずこのようなことをですね、申し上げる背景について触れておきたいと思うんですが、まあ、言うまでもなく EPUB って世の中騒然となってますので、何をか言わんやというようなことだと思うんですけれども、EPUB といえばですね、誰かが解決できるような鞍馬天狗のおじさんがやってくるのかとかということで、ちょっと問題を出してみたんですけども、鞍馬天狗も頭巾を取ってしまえばですね、ただのお侍ということなんですが、鞍馬天狗である以上は頭巾をかぶってなきゃいけない、この頭巾が非常に重要な要素なんじゃないかと思います。この頭巾とそのちょうど目が出ているこの部分ですね、EPUBのマークを少しこう囲って見せましたけども、一定の制約のもとに日本語特性の諸条件を正しく表示できる記事を確保するという必要があるんじゃないかと思っております。また一方ですね、この EPUB3 は少年兵に AK-47 を持たせたようなもんだというようなですね、例えをする人がいます。AK-47 といえばですね、手に入れやすくて、安価で実にその性能がいい自動小銃だと、何の目的で誰がこれをぶっ放すかということが問われるわけですよね。そこでですね、この今ちょっとスクリーンにお出ししてますけれども、この研究グループを作りまして、 EPUB3 日本語ベーシック基準になるものを公開して、一つ提案を行っております。まずは文芸系コミック系、を中心としたものです。この URL からですね、どなたでも手に取ることが可能ですので、どうぞこれをご覧になってご意見いただきたいと思います。今日はですね、なぜこうした EPUB3 日本語ベーシック基準が生まれたのか、なぜ、こうしたものが必要なのかを実例を通してご覧いただきたいと思っております。そして私が皆さんにですね訴えたいことはですね、一つの協力関係を築いていきたいということです。誰が主導権を取るかというような問題じゃないです。やっと手にしたですね、やっと手にしようとしている世界の標準を目の前にしているわけです。そしてそれはですね、オープンに我々にもたらされようとしているということです。ある意味でですね、電子出版の世界が初めてですね、ある意味で電子出版世界に初めて生まれようとしている民主主義の夜明けだと、そのぐらい極端に思ってるわけです。で、皆さんはですね、これを形作る一人一人であるわけです。ですから私利私欲にだけ走るのは少し思いとどまってですね、どうか冷静に、理解と見識を持って日本の電子出版をのことを少し考えてみていただきたい、言いたいのはこのことです。どうぞ今日も一日よろしくお願いします。萩野様ありがとうございました。では続きまして、本日総務省の情報流通行政局情報流通政策課の情報流通振興課の松田統括補佐にご来賓としてご来場いただいております。一言ご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。
立振興課の松田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。MD さん、デジタルメディア協会さんで、この EPUB3 のですね、使用について、もう少し、実態に即して、使い勝手にガイドラインを作ろうと、そういうお話があり、今日こういうふうに、たくさんの方がお集まりいただいて、その検討が行われるというのをお聞きしまして、まずは、素晴らしいことだなと思いました。と言いますのも、この電子書籍、電子出版ということで、私もここ数年ですね、この関係の仕事とさせていただいているんですけれども、去年が電子書籍元年と言われて、今年が電子書籍2年なのかどうか、ちょっとまだ不確かなところがあるんですけれども、なんといっても電子出版市場に参入していただく出版社の数を圧倒的に増やされています。今出版社の価格って4000社ぐらいあるって言われているんですが、電子書業界に入っているのは43社ですから、大体 1% ぐらいしかですね、参入できていないということがあります。それからコンテンツの数も、圧倒的に海外と比べて少ないんじゃないか。日本では2万とか3万とかということですけども、100万とかというですね、海外で比べて非常に少ないんじゃないかという、そういったところに危機感を持ってまして、この電子出版市場に参入をですね、下げる手段として、EPUB3 って非常に大きな役割を果たすんじゃないかなと思っています。で、総務省としてはですね、これまで EPUB 関係が2つぐらいの仕事を進めてきていました。一つは、EPUB3 ですね、縦書きを EPUB2 からですね、バージョンアップさせて、EPUB の EPUB3.0 にするための活動ですね、こういった活動をやってきまして、これについては、まさにこのタイミングがいいんですけども、この10月11日ですね、ファイナルスペシフィケーションが行われたと、最終確定がされたという状況であります。もう一つご紹介したいんですが、もう一つ W3C のですね、CSS の使用の標準化活動。こういったところを今進めているところでございます。昨年12月に、ライティングモードのレベル3ですね、それからテキスト、これについて、FPWD、ワークバーキングドラフトが出たわけですけども、この9月1日にもワーキングドラフトを更新いたしまして、年内にラストコール、それから2012年をもとに、キャンディケートリコメンデーションまで持っていこうということで、いろいろ支援を行っているところでして、ブラウザの世界、次世代ブラウザの世界も縦書きが可能になる、そういった仕組みを作ろうと頑張っているところです。ことこさらにですね、その横書きの世界標準なものをですね、わざわざ縦書きにして、それを世界標準に盛り込もうとしているのは、なんといってもユーザー感覚からすると別に横書きでもいいんじゃないかなって思うのがあるんですけども、出版社の方々、作り手の方々が出しやすい環境ですね、コンテンツを提供しやすい環境をぜひ作る、そういう効率を考えると縦書きが必要だろうと、そういったことから今支援をしているわけでして、最終的にはですね、いろんなコンテンツ、大体その今検索かけてもですね、読みたいものがなかったりとかするわけですけども、3回検索かけて出てこなかったら、もうこのサービスはいいやと、あるんじゃないかなと思うんですよね。ですので、ぜひこの EPUB3、これがもっとですね、実際に作るにあたって、あるいは見る側にとって、どのリーダーでもですね、ちゃんと最低限のところを読めるような形になるというこの取り組みについて、ぜひ我々としても支援していきたいと思いますし、本日の会議が非常に意味のある、実りのあるですね、ものになることをですね、解決となることを期待しております。今日は一日、どうぞよろしくお願いいたします。松田様、どうもありがとうございました。それではいよいよ本題に入りたいと思います。株式会社インコシティの小山忠義様と石井博士様に
EPUB3 における日本語電子書籍技術のためのベーシック基準について解説していただきます。よろしくお願いいたします。今ご紹介にあつかりました株式会社インポスキーの小山忠義です。僕はコンテンツ制作の側には関わりがほとんどないわけですけれども、ビュアーの制作者の立場から見て EPUB3 とはどんなものであるのかということについてもう少しだけお話をさせていただきたいと思います。でどんなものを作ってきたかというと、昔から小さいものが好きで、小さい画面でのテキスト表示あたりのプログラムをよく作っておりまして、割と知られているものとしては2チャンネルブラウザーとか電子書籍ビューアーですね。これは値段つけて売ってるんですけれども、ちょっと実験的な意味合いもありまして、早い段階から EPUB をサポートした電子書籍ビューアーとして販売させていただいています。 EPUB というのは文書本体は XHTML と CSS で記述するわけですけれども、開発者から見るとですね、 CSS は本に向いてないんじゃないかと。でリフローと固定レイアウトの悪いところを両方持っているだけでいいところはほとんどないであろうと。なのであまり真剣に取り合って ここは5ピクセル動かすとかそういうことをやっていただくのは時間の無駄であって誰も幸せにならないと思います。でどうするかと言いますと、表示されるレイアウトを iPad とかの上でもうちょっと下げたいとかそういうことではなくて、元のコンテンツが持っている本来の構造ですとか、この字は大きいぞとか、そういうことに応じてクラスを指定するような形でマークアップをしていただくのがいいんじゃないかと思います。そうしておくと将来 CSS が機能強化して変更されたり追加されたり、あるいは他のフォーマットが流行っちゃったんで変換しようとかいう時も簡単に行えるようになると思います。特にですね、行間の指定、余白の指定、背景色の指定、文字色の指定は本当に必要な場合は仕方ないですけれども、行わないのが基本であると考えていただきたいと、ビュアの開発者からはそう思います。というのも、ビュアはやっぱり放っておいてデフォルトできちんと表示されるように皆さん作られておりまして、うちでもそうですので、そこで無理に、ここは行間 1.25 がいいなとか考えていただいても、そのビュアが本来仮定しているものと食い違っちゃった時にそこだけ変になっちゃったりしますので、そこは指定が必要なところだけ指定するというような形がよろしいかと思います。特に背景色白で文字は黒だなとかなんとなくそう指定してしまいがちなんですけども、じゃあ夜見るときは色反転したいよねなんていうことがあった時に非常に困難が発生します。今のは文章本体は XHTML ですねっていう話だったんですけれども、各章のファイルを束ねて本にするそういう観点から EPUB3 を見ますと、閉じ方向ですとか、各ファイルの頭が右ページだよ左ページだよなんていう指定はできるんですけれども、他にはほとんど大したことができないので、過去のフォーマットに比べて退化している面が大きいかなと、そういうふうに思います。このあたりはですね、このあたりの会合なんかを利用して意見をどんどん出して IDPF の方にフィードバックして、これはどうしてもいるというようなのは追加していただくような形にしていただいた方がよろしいのかなと思います。それからコンテンツというのはいくつかのファイルで構成されるんですけども、それをまとめて一つのファイルにするパッケージングのフォーマットとしての EPUB3 ですね。今までのものと違うのは青空文庫等は別としまして、これ無料で誰の許可を得ることもなく簡易に利用できるフォーマットという点で優れています。それ以外は開発者にとってはどんなフォーマットでもその通り作るだけなのでどうでもいい話ですね。サムネイルが取得しにくいっていうのはカバーページですね。カバーページを取得するときに他のフォーマットよりちょっと難しいところがあります。あとはビュアの実装ですね、実際どんなふうにビュアを作っているのかというところについてちょっとお話をいたします。これはブラウザーのオープンソースの WebKit というものがあるんですけども、これを利用するというのが一つ、もう一つは
ウェブキットを使わずに独自に全て自分で書いて実装するという二通りの大きく分けてやり方があります。まずはウェブキットを使った実装の方について簡単に説明させていただきますと、これ事実上ウェブの世界の標準になっておりますので、CSS とかレイアウトとかそのあたりの互換性はこれが最高だと思います。その代わりとしてですね、動作が遅くてメモリを食います。あとはオープンソースで LGPL なのでですね、タイタッパー性といいますか、コードを書き換えて暗号化されているものを抜き出すとか、そういうことに関するここはゼロです。 DRM の実装は困難と、できないわけではないと思いますが、最後の部分についてちょっと図を書かせていただきます。こんな感じで WebKit を使ったビューアプリケーションと暗号化された書籍があったとします。ここに DRM 権利保護のためのモジュールが追加されて、暗号がほどいて WebKit に渡されるわけですけれども、WebKit のライセンスの条件でですね、WebKit の部分に関しては変更したとしてもソースを公開してこのアプリケーションを受け取った一般ユーザーが自由に入れ替えられるような形で何らかのものを提供しなきゃいけませんよというのがございます。その関係で暗号化をほどかれたコードを、データがユーザーが自由に入れ替えられるモジュールに渡されてしまうということで DRM が実装しにくいわけですね。ひらがな入れ替えるとか漢字入れ替えるとかそういう感じのスクランブル程度のことができると思います。あとはですね、 DRM に関わらずですね、WebKit をパフォーマンス上げるべく改善したり、いろいろ頑張ってもオープンソースで出さなきゃいけないと、ソース出してねって言われたら出さなきゃいけないというところも開発する側にとってはなかなか辛い話でございます。もう一つは WebKit を使わないで独自に実装するとどうなるのかというと、 CSS 等の仕様への準拠度はどれだけ手間をかけて作るか、それ次第でございます。で、WebKit は割とメモリ食いなんで、自分で作ると大抵高速で小メモリなものができます。開発は大変ですけれども、自分で作ったものなのでいろんなプラットフォームに移植したりとか、そのあたりは非常に楽です。オープンソースにする必要がないので DRM での対応も、WebKit を使った場合に比べれば数倍優れているという。簡単にまとめさせていただきますと、コンテンツは表示されるレイアウトではなく、文章の構造、元の文章ですね、構造や体裁の通りにマークアップして作っていくと。で、それがどう表示されるのかという CSS はコンテンツとは切り離して考えていただくのがよろしいかと思います。で、どう切り離すかというと、例えばこのベーシック基準の方でまとめられているので、それをそのまま利用するですとか、あるいはこういう感じの本が多いなっていう出版社の方なんかはですね、それに合わせたものをちょっと作って常にそれを使うようにするとか、そういった形がよろしいかと思います。それから最後に DRM でガチガチにスクランブルじゃダメね、 AES で鍵は 128bit 必要だとか、そのいうような保護が必要であれば LGPL のコードなどは使わないように気をつけて実装する必要があります。以上はビューアーを作る側から見ると EPUB はこんな感じだなというところです。ではご清聴ありがとうございました。では続きまして、ユーフォシティの石井と申します。よろしくお願いします。で、今の小山の、開発側からの話っていうのを受けまして、少し EPUB3の状況っていうのを説明した上で、ベーシック基準っていうのはどういう考えで今まとめていこうかというところを少しお話しさせていただきたいと思います。で、まず、今の EPUB3 の現状ですけど、ここにいらっしゃる方皆さんご案内だと思いますけど、 EPUB は IDPF、アメリカの標準化団体が作った電子書籍のフォーマットです。
で特徴と言われているのが、まあ、ライセンス側はフリーなフォーマットであって、で技術的にはリフローのスタイルですね。あの文字の大きさを変えた時に1ページに入る、文字の数っていうか、文字の並びがこう自由に変えられるっていうようなスタイルです。であと背景としてはウェブ技術の標準っていうのを、大きく採用してます。でさっき、話にも出てきましたけど、まあ、記述コンテンツの記述自体は XHTML、 あのウェブのページを記述する言語ですね。でスタイルは CSS を使ってます。で、まあ、まさに今月、3.0 の最終仕様っていうのが ABPF の方から、アナウンスされて、まあ、いよいよ標準規格として、世に出たところです。で中身ももう少し詳しく言いますと、仕様は4つのドキュメントで、あと補助仕様というので、まあ、オーバービューとあと全バージョンの 2.0.1 っていうバージョンですけど、でそこから何が変わったのかという、ドキュメントが出てます。で企画の方は一番上の、パブリケーションズっていうのは、まあ、全体的な EPUB 全体的な、ことに関して、規定しているものです。でメタデータ、まあ、書誌情報ですとか、そういったものを含んだ規定です。でコンテンツの技術に関しては2つ目のコンテンツドキュメント、ドキュメントこの中で、さっき出てきました XHTML ですとか CSS、 あとは図形、スケラブルベクターグラフィック SVG ですね。こういったものの使い方などを定義する仕様になっています。で実際に、電子書籍作る方はこの辺のところの細かいところが、問題になってくると思います。で3番目のコンテナフォーマットっていうのは配信するときに一つのファイルに固めるんですけど、でその固め方っていうのを定義しています。で一番下はあの、テキスト、まあ文字の内容と音声と同期させるためのフォーマット、まあ、スマイルとかその辺の、規格が基準になってますけど、そういったものも定義されています。でもう少し中身を見ますと、ベースになっている、まあ、先ほどウェブの技術をベースにしているというふうに言いましたけど、まあ、文章は XHTML、スタイルの規定は CSS と言われるもので、画像はベクターとラスター両方あるんですけど、まあ、SVG と PNG、JPEG 等々で、フォントも、ウェブフォントですとか、あと、まあ、オープンタイプ、端末標準で組み込まれているようなフォントも選択できるようになっています。でそれに加えてマルチメディア系でビデオ、オーディオの各種フォーマットで、あとそれを制御する制御言語で、あとは、まあ、JavaScript も入ってきますし、数式表現、まあ、あとは、障害者の方々への対応という企画も、盛り込まれているという形になっています。でまあそんなこんなで結局、ウェブベースあウェブの技術をベースとした表現形態っていうのがどんどんこう多様化したのが EPUB3 に反映されているっていう状況です。で一方で、日本語国版日本語の表現なんですけど、でもともと紙の国版に関しては実規格で、規定されている文章が出てます。で、もう上に書いてある JIS-X4051 っていう規格です。でそれをもとに、電子書籍に適用するのを多分目的としてるんですけど、 W3C っていう技術を取りまとめている団体の方で、グループノートっていう、まあ、企画ではないんですけど、参考ドキュメントみたいな形でまとめられてます。で、日本語組版に関してはこの2つが結構大きなドキュメント有名なドキュメントでして、ほとんど、網羅的にいろんなことが占められています。で今回 EPUB3 に取り入れられたのは、今の2つのドキュメントの中から必要最小限のものを抜き取って、EPUB に反映しようというで、もともと総務省様の、平成22年度の、新 ICT 利活用サービス総
創出支援事業、ちょっと長いですけど、これの一環として、始まったものが、日本電子出版協会様の方から IDPF に提案が出て、で今般の EPUB3 に反映されたという流れになっていると聞いております。で内容的にはもともと横書きなんですけど縦書きに対応させるということで、文字組みページ開きの方向ですとか、まあといろいろこう縦書きに対応するためのもので、あとは、改良の時の迅速処理、あとは Ruby 合点変点といったところの仕様が盛り込まれています。で、まあ、図にしますと、もともとある、左側青い方が EPUB の世界ですけど、そこに右側の日本語フリーカンの世界っていうのをちょっと取り込みましたというような構図になっていると思います。で、さらにちょっと、先ほど小山の方からも出ましたけど、まあ、現状 EPUB3 を、端末上で扱うときに、まあ、レンダリングエンジンっていう言い方をするんですけど、電子書籍のコンテンツを解釈して実際の画面に表示するまでの処理を行うものっていうんで、今 WebKit って言われるものと、あと RMSDK って言われているものは結構有名なものとして世に知られています。で、まあ、WebKit は先ほど小山の方から説明あった通りに LGPL ベースのライセンスポリシーでオープンソースという形で開発が進められています。で、オープンソースっていうのはみんなで寄ってたかって、改善していこうっていうやり方なんですけど、まあ、アップルですね。アップルが中心になって進めてるっていうふうに聞いてます。で、一方の RMSDK は、まあ、アメリカのアドビ社っていうのが開発して、自社の商品として扱っていると。で、こういったものを使った時のメリットなんですけど、WebKit も RMSDK ももともとは Web ブラウザ用のレンダリングエンジンをベースにしてますんで、で、まあ、先ほども EPUB Web 技術をベースにしているというふうに言いましたけど、で、そういう意味ではすごく、整合性が取れていまして、でレンダリングエンジンとして使った時に汎用性に富んでいると。で、標準規格、世界標準の規格への準拠度っていうのも割と高い形になっています。で、その反面デメリットとしてはフットプリント、プログラムサイズは、まあ、ウェブ技術何でもかんでも対応してやろうっていうスタンスですので、非常に巨大なものになっています。で、巨大になるとどうしても、実行時にメモリーを多く消費したりとか、多少処理が、遅くなる部分が出てきます。で、あとは、オープンソースにしても、Adobe の RMSDK にしても、それを利用している側から、まあ、変更拡張っていう要望が出たときになかなか対応してもらえないっていう状況があります。で、結局その辺のデメリットっていうのは、仕様自体が肥大化して複雑化してしまった、まあ、弊害っていうような形で出ているもので、使用を網羅的にカバーしようとすると、でもどうしてもこういったものを使用せざるを得ないので、なかなか新規なものというのは、生まれにくくなっているという状況があります。あと一方、電子書籍扱うときに、基本的にはビューがあって、言ったりとかするんですけど、EPUB の中ではリーディングシステムという言い方をします。電子書籍を読むための装置といいますか、プログラミングですね。で、それに関して、ちょっと分析してみますと、まず書籍の種類っていうのを、まあ、もっと細かい分類あると思いますけど、今コミック、文芸書、実用書、あと新聞雑誌っていう4つに分けさせていただきました。で、内容、まあ、中に含まれている要素としてみると、まあ、画像主体のもの、文字主体のもので、それらが混在しているもので、あと複雑さって書いてありますけど、レイアウトがどのぐらい込み入っているかっていうことで、まあ、コミック文芸書っていうのは割と単純な、レイアウトになってますけど、実用書新聞っていきますとかなり
凝ったデザインになってますので複雑さが上がっていると。で一方それを表示する端末なんですけど、まあ、これも大きく PC、タブレット、携帯端末っていうふうに分けさせていただきました。で今一番パッと見で違うのが画面の大きさだと思うんですけど、携帯端末はだいたい4インチ前後で、最近出てきたタブレットって言われているものは7インチから10インチ程度で、 PC はもういろいろありますけどノート PC で10インチぐらいで、でかいものから30インチ、50インチっていうのがありますけど、まあ、比較的、この中で大きな、画面になります。で一方処理能力、まあ、リソースって書いてあるのはメモリーですとか、あと記憶装置の容量ですね。で携帯端末はやっぱり、割と小さいんですけど、そのタブレット PC になると数十ギガバイトプラスのものを標準で積んでますので、割と、潤沢にある。でただ、電子書籍っていうノートの場合、ポータビリティ、可搬性も重要なファクターになってきますので、そういった面から見ると、携帯端末が一番良さそうである。で、このように書籍の、種類っていうのも、まあ、ピンからキリまでいっぱいありますし、端末自体もいろいろなバリエーションがあると。でそれらを複合して、利用者は電子書籍っていうのを見るわけですけど、すべてに対応しようとするとやっぱり、いろいろ対応しなければいけないことが大きいので、で望ましいリーディングシステムの振る舞いっていうのも少し、絞り込んでいく必要っていうか考え方があってもいいんではないかっていうことで、でまあ今のところは、比較的複雑度の低いコミック文芸書で、台数ベースの多い携帯端末っていうのが当初の対象になるじゃないかと想定しています。で、今まで言ってきたような、背景を変えつつ、ベーシック基準としては、まず、電子書籍用途が基準になると思いますけど、対象をいくつかのクラスに分けて、で今ある EPUB3 のこう複雑化した仕様っていうのを段階分けして実現するような形に持っていきたいと。でそのためには、まあ、必ずやらなければいけない対応項目っていうのと、まあ、やらなくてもいいっていう非対応項目っていうのをそれぞれのクラスで分けまして、でそれぞれのクラスにおいてどういう挙動が望ましいのかというのをルール化していくような形にしたいと。でその時の基準になる考え方ですけど、コンテンツ技術の複雑度、あと実際にリーディングシステムとして表示処理するときの処理の負荷、そういったものが一つの基準になると考えています。で実際の、成果といいますか出力なんですけど、で一つはあの比較書レベル、まあ、技術的な表現をしたものっていうのが一つと、でもう一つはあの、まあ、ガイドライン的な、まあ、この後あのボイジャーの小池様の方から、ご案内がありますけど、そういう、典型的な書き方みたいな、推奨する書き方みたいな、そういったものの2種類が、必要になってくるんじゃないかと考えています。で、まあ、最後になりますけど、で今回の、日本語基準研究グループっていうので今、ウェブサイトを作ろうとしています。で出てきた成果っていうのは、今後このウェブサイトの方で適宜公開していきますの で皆さんあの是非アクセスしていただいて、随時様子を見ていただけるとありがたいと思います。簡単ですけど以上でご説明を終わらせていただきます。小山様、石井様、どうもありがとうございました。じゃあライトをつけていただけますか。照明を。ただいまのですね、小山様、石井様の解説に対して質疑を行いたいと思いますけれども、どなたかございますでしょうか。ご質問される方は所属とお名前
動機に倒れでお願いいたします。では、何でしょうか。石井さん、最後に出たサイトのすでにドキュメントはかなりアップされてるんですか。いえ、まだ実績な文書の方というのは出てないんですけど、ガイドラインの方はすで、に発布されてますので、はい、わかりました。あ、そうですね。あと、サンプルも上がってますので、ぜひご覧になっていただけると。ちょうど私の方でそのサンプルの話と、はい、わかりました。他にご質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。マイク。どうもありがとうございます。阪急コミュニケーションズの泉と申します。最初に小山様の方から実際の、住んでらっしゃるお客様からお話しいただいたんですが、その後では石井様の方からいいパークとあったので、最初に自主制限のお話をいただいて、これなかなか使えるのか使えないのか、なんか理想と現実というのがお題目と、実際というのか、その辺の逆をちょっと感じたもので、例えば最初の小山様のお話などはもう少しこう細やかにそのところのサイトに出ているとかそういうことはございますでしょうか。ですね、今回ビワの開発者から見たということで少し触れたところですので参考意見ということで短くまとめさせていただいたんですけれども、実際にはコンテンツ本体を私が言ったようにここは段落、ここは目次というふうに簡単なマークアップで済ませておいたとしてもですね、そこの後 CSS、 ここは僕は嫌いなんですが CSS できれいに表示できるようにちゃんと作り込むことは可能だと思います。ただそうですね、定型じゃないものですね、ページレイアウトががっちりされているようなもの、それをやる場合にはですね、実際ウェブページ、普通のインターネットのですね、は CSS 使ってガリガリにプロの方が書いてらっしゃるんですけども、それでもどんなウィンドウサイズでも綺麗に見られるよっていうページはなかなか作れないわけですね。そのあたり考えていただけると、限界みたいなものがわかるんじゃないかなと思います。で、今回の企画はですね、あくまで文芸書みたいなものに、特化しておりますので、そうすると僕が言っちゃったみたいに CSS はほとんど意識しないで元の構造にとってマークアップしておいて、あとはビュア開発者なりあと小池さんなりが考えた CSS で各ビュアで綺麗に出ると、そういったスタイルがいいんじゃないかなと思うんですけれども、そうじゃない方は CSS を使ってカリカリにここは 2.5 ミリ開けてとか特定の端末仮定すればそれは十分ありだと思いますので、そういうようなことをして表現力を高めたリッチなものを作るということもあると思います。ただそこは今回のお話のスコープとはちょっとずれているかなと思います。以上でどうでしょうか。ありがとうございます。私が想定しているのは通常のという、リアル文芸書文字収集たまに写真が少々というレベルでいうと、素直に元の構造にあまり手を加えずに妙な手を起こせなし、こうしてなさいよ、なさんなということですかね。そうですね、特にですね、ビュア側から見て分かりにくいのはですね、元の本がこうなっていたからこうしたのか、それともたまたま手元のビュアで見たらここは開けなきゃいけないからこう、なんて言いますか、便宜的にちょっとそういうレイアウトにしたのかというのは、ビュアはプログラムなんで判断できないんですよ。そうすると、他の画面サイズになった時に、この大きな字は本当にこの大きな字でいいんだろうかとか、そういうことが発生してしまいますので、特に具体的な例を挙げますと、
あの EPUB は今まで Adobe さんのプログラムで PC で見たりすることが主流だったんですね。 iPad PP もそうですね。そういったものではですね、ページの左右に大きな余白を取って、真ん中にあのフリーページっていうんですか、検事だとかちょっと書いてあるようなページがあるんですよ。この余白の取り方がですね、5文字開け5文字開けとかなってまして、iPhone で左右5文字開けると真ん中3文字ぐらいしか出ないんですよ。でこれ本当に5文字開けたかったのかっていうと、そうじゃなくて真ん中にちょっと表示したいっていうことですね。ですからそれは CSS で5文字開けるんじゃなくて、真ん中にちょっと表示するんだよっていうクラスの指定に留めておいていただいて、あとはそれぞれ、まあ、CSS を書く人ですとかビューアー開発者に任せていただければ、それなりに出るはずだと、そういう感じで業界全体が動いていくのが良いんじゃないかなと、そういうようなことですね、具体的に。ありがとうございました。他にご質問ございますでしょうか。あの今の話に出たようなサンプルと実際どう見るかというふうなのは、ウェブにも少しアップされるわけですか。アップで、はい、わかりました。それでは今から15分間休憩ということで、2時に後半を再開させていただくというふうにしたいと思います。どうもありがとうございました。